久保田と申します。来場いただいてですね、はいはい、窓口という話があったかと思いますので、はいはい、その件についてはですね、引き続きは高齢対策課の方がですね、はい、窓口とさせていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いしたいというふうに思います。なのでご相談とかに、まあ、ご相談なりですねについては、介護保険法なりをですね、所管する高齢対策課の方でですね、対応していくということになりますので、よろしくお願いします。それは今回の、はい、職員の発言に関してもどうですか。そこもですね、まあ、介護保険業務にかかるですね、もちろんその部分は高齢対策課っていうのは分かるんですけど、そうですよね。で、この前ちょっとお話もしたかと思うんですけども、電話の対応についてもですね、ちょっと高齢対策課の方にもですね、これまでの系統についても改めて私どもの方で確認をさせていただいたんですけれども、はい、あの時の電話についてですね、はい、まあ、それまで何度もですね、ある程度回答してきたことの繰り返しをしてですね、はい、まあ、進展がなかったので、まあ、その旨で説明して、まあ、電話を切ったというふうに。指図されないとかそういう言葉もですか。うん、まあ、とりあえずいろいろお話をした上で、まあ、細かいですね、言葉はあったかともしれませんけども、全体から見ればですね、あそこの一連の行為について、法にですね、抵触するような行為とは考えていないので、項目としてそういう発言はしてよろしい話ですかね。これは私ども、県としての、それは人事課に聞いてる話なんですけど、これは人事課としてですね、もちろん人事課としての判断でございます。人事課として県民に、はい、指図されたくないとか電話ガチャ切りとか、うん、まあ、あの後もかかってきて、それを認めてたんで、ね、当人は、うん、それは公僕県、栃木県の、はい、県庁職員としては、はい、それは問題ないと。ですね、お聞きした内容の件についてはですね、特に問題ないというか、人事課としてですね、その一部のですね、ことではなくて全体の、いや、一部ですよ。一部が重なってってこういう話、はい、問題になってるんで、はい、でそれが対応できてなくて、人事課の方にご相談してて、はい、それをまた高齢対策課の方に相談してくださいって言われても、はい、高齢対策課誰がじゃあ相談になるんですか。一応ですね、窓口はですね、室長の介護保険の担当はですね、亀田室長になりますので、ですから、亀田さんが電話ガチャ切りしてるんですよ。はい、でそのガチャ切り行為についてはですね、先ほどもお話した通りで、人事課で私と会いたくないとまで言った人ですよ。はい、対応できないじゃないですか。いずれにしろそこはですね、高齢対策課の方で受けるというふうにですね、だから受けるって言ったのは、それを問題視してる人間が単なる受けるって言ってるだけで、はい、私は問題だから人事課に訴えてるわけで、はい、人事課がじゃあ丸投げですか。丸投げということではなくてですね、その一連の対応の電話の応対でございますよね。いや、電話の応対ってそういう言葉遣いしていいんですかって話自体じゃないですか。そこの部分については、なんとかですね、様の方に説明を多分高齢の方でもですねさせていただいて、だってその前に亀田さんから電話があって、私がやってることは間違いないみたいな話をされて電話切ってるんですよ、はい、久保田さんにメールする前に。はい、それをされてるのにまた説明がする気あるんですか、向こうは。いずれにしろまたですね、ご質問等があればですね、亀田の方で受けることになっておりますので。何を受けるんですか、あの方は。今まで受けてきてなくて、はい、今まで対応してなかったことを私が藤本さんに情報公開請求の時に説明して、はいはい、それを次の日になって朝方、はい、いきなり早朝に電話かけてきて、はい、私はそんなこと言ってないとかそういう言い訳だけして電話切られてるんですけど、はい、うん、いずれにせよ今回のですね、お話いただいた件についてはすいません、高齢対策課には、また人事権持ってる方がまた別にいるっておっしゃったじゃないですか、久保田さんが。高齢対策課というか、そこはですね、部のスタッフがいるというふうにお話を。うん、ほら、人事課、人事担当っていうか、はい、まあ、その課ごとに人事の担当がいるってお話しされてたじゃないですか。はいはい。それは、高齢対策課はどなたなんですか。高齢対策課は、総括補佐がですね、対応する、総括補佐の権限で。まずその方が、じゃあ今回判断しなくちゃいけないんじゃないですか。今回のそういう藤本さんなり、亀田さんなりの対応っていうのは、いけないんじゃないですかね。はいはい、いや、処分になるのかどうなのか、はい、だってまだ結局今回の件、その上の方々は人事課に話は言ってるけど、はい、その方々は今回の音声も聞いてないですし、はい、状況も分かってないんですよね、はい、私から話聞いてないんですから。まあそうですね、はい、そうですよね。でも私どもの方、まあ、最終的にはですね、ただ処分、はい、人事課の方は、はい、介護詳しくないじゃないですか。もちろん、
ですから私は介護関係者に同席させて、はい、してもらった方がって話したじゃないですか、はい、そしたらとりあえず、聞かせていただいてっていう話だったんで、はいはい、明日のあの場で聞かせたわけなんで、はい、まあ、電話ガチャ切りした件と、はい、指図されたくないとか、向こう施設側には会うけど、はい、町民や県民の方と会わないとか、うん、いうことをしてるわけなんで、それはじゃあ人事課としては問題ないというふうに今のところあの判断をしております。あの問題ないというのはですね、懲戒処分とかそういったですね、法にですね抵触するような行為とは言えないというふうに判断をしております。それは懲戒処分ってどっからどこまでのこと懲戒処分って言ってるんですかね。懲戒処分というのはあの地方公務員法というのは同じでして、はい、そこで規定をされております。あ、それは戒告でございます、には当たらないと。には当たらないと。それは人事課が判断するんですか。あ、あの所管はもちろん人事課でございます。で、人事課はそういうに県民にそういう発言してる人間に対しては問題ないんですか。一部をですね切り取ったわけではなくて、そこのこれまでのですね多分、発言したことは当人が認めてらっしゃるじゃないですか。はい。で、それで問題ないんですか。それまでの経緯を含めてですね、総合的に勘案すると問題ない、問題ないというかですね、その処分で発言したことは問題じゃないですか。あ、発言自体はですね、確かに一部で好ましいことでは、まあ、不適切な思いをさせる可能性があったということについては、不適切じゃないんですか。まどろっこしいこと言わないでください、はい、どっちかしかないじゃないですか。まともな決して好ましいことではないというふうには思います。なんか好ましくない、それは不適切って話じゃないですか、はい、違います。不適切な発言ではないんですか。じゃあ私が普通他の部署でもいいですけど、指図されたいって普通発言します。公務員が、公僕が、公僕でなんか説明されてません、そういうの。これまでもその電話の前とかですね、前後、まあ前だと思うんですけど、だって前後のことは人事が分かんないじゃないですか、はい、だって介護のこと分からないんですから。ですからその言葉のことを判断してもらわなくちゃいけないから、はい、とりあえず聞いてっていう話になったわけじゃないですか。これまでのですね、それは なぜそういうことを言うかというと、これまでの経緯があった上でですね、まあ、ああいう発言に至った、もちろんそれはですね、好ましいことではなかったとは思いますけれども、何度申し上げる通りで、そこが法的にですね、処分に値する行為であったかというと、そこはそうではないというふうに判断して。言葉自体 とガチャ切りしたとか、はい、そういう対応に対しては人事課としては問題なんですか、問題じゃないんですか。好ましいことじゃないというふうに先ほどからも。なんですけど、好ましい、ややこしくだよね。問題か問題じゃないか。おっしゃる問題というのはどういった意味でしょうか。県民に対して税金もらってる公僕が、はい、電話ガチャ切りしたり、はい、それもね、高齢対策課という社会、介護関係一番問題になってる部分で、はい、そう対応されるのでは問題じゃないんですか。それでプラス指図されたくない、はい、普通おっしゃいます。はい、何度も申し上げる通りで、好ましいというふうには思っておりません。じゃあ問題ってことですか。その問題という意味がですね、どういうふうに解釈したらいいのかちょっとわからない部分がありますので、ただ何度も同じことになってしまうんですけども、これまでの経緯をですね踏まえるとですね、いやだって経緯は人事課はわからないじゃないですか。じゃあそれでつないでくれることはできないんですか。高齢対策課の人事担当の人間がそういうのはまた聞きますんでってお話されてたじゃないですか、私が伺った時に。でその人間たちは聞かないんですか。最終的に人事権というのはですね、人事課の方で持っておりますので。ですか。はい。また違うこと言ってるじゃないですか。いや、先ほどこの言ったのをお伝えするルートとしてはですね、はい、部のスタッフを通じて高齢対策課の方にお伝えをするというふうにお話はしたと思うんですね。で高齢対策課の方は高齢対策課で人事権というか、まあ、人事担当する方がいるんでと、はい、いう方はおっしゃってましたよね。それは先ほども申し上げた通りで、総括補佐というものはおります。でその方々が聞き取りして、判断するんじゃないんですか。それ聞き取りというのは私どもの説明ではダメということですか。だって今回の、はい、録音の証拠聞いてないじゃないですか。片方の一方の部下の、はいはい、そういう暴言発言した部下の意見だけ聞いて判断されてるわけですよね。それでも電話を切ったこととかですね、そういったことについては本人も認めていて、そこの部分、ただですね、認めていると言ってもですね、いや本当に切りしますというふうに多分発言はしてたと思うんです。してません。だって録音は残ってたじゃないですか。はい。で当人も認めてるんですよ、ガチャ切りしたって。うん。人事課がかばってんですか、もしかして。いや、かばってるということではないです。
それは。俺じゃ、懸命訴えらんないですよ、どこにも。こんなことされてたら。いやー、ほんと栃木県ってひどいですね。そしたら、この録音、聞いてもらいましょうよ。その、高齢対策課の人事に関わる方に聞いてもらうのがベストじゃないですか。そこで判断してもらって。人事に携わる者が聞いたとしても、そこで、だって、介護のこと知ってる人間と知らない人間で違いがあるじゃないですか。だって、あの内容って、介護の問題でも介護保険法違反の問題も入ってるんですよ。それ人事課が分からないから、そういうふうに簡単に言ってるだけの話ですからね。そこは応対だけではなくて。もちろんそうですよ。職務怠慢とか。だって介護保険法に触れてるんですって。そこは私どもでは、まあ、だから、そこで判断するの方がおかしくて、ですから私が言ったじゃないですか、はい、介護関係者同席した方がよろしいんじゃないですかって言ったじゃないですか。それを同席させないで、聞き取りして、判断されたわけですから、じゃあ今度同席して、判断するべきではないんですか。もっと問題点があったわけですから。それは、応対だけではなくて、違いますよ、応対だけじゃないですよ。が職務怠慢であると。いうことに関して、高齢対策課の介護保険法違反だったことを違反だと言ってないわけですよ、高齢対策課が。まあ、そういう判断も多分それは県としての判断だと思いますけれども、ただ、はい、高齢対策課2人意見違うんですよ。2人意見が違うと言いますか。2人いて、1人は問題、1人は問題じゃないという判断をされてるんですよ。で、私は他の介護従事者に聞いたら問題って言ってるんですよ、はい、いう状況なんですから、おかしいと思いませんか。そこはカメラの方は、もう応対以外の部分でありましたらですね、カメラの方がまさに介護保険法のですね、施行なりの担当者、まあ、責任者になりますので、いや、その方が分かんないからこうやって録音までして情報を上げてるわけじゃないですか、はい、それを介護従事者関係者、知識がないんだったら介護従事者を呼んで同席して録音を聞けばよかったじゃないですか、はい、それを聞かなかった人事課がいるわけでしょ。私ども第三者といってもです、私どもそこまで権限はございませんので。権限はない？権限というのは応対だけではないですよね。全部その、一連の件の行為が介護保険法上適法かどうかということでございます。じゃあすいません、はい、県民町民がこういうふうに、証拠を持って、訴えたい場合ってどうするべきだったんですか。なので介護保険法に関することですので、先ほど一番冒頭に申し上げた通りで、高齢対策課の方にですね、ご相談いただきたいと。課長が石なんでしたっけ。課長は石崎でございます。あ、石崎さんですね、はい、じゃあその方宛てに行けばいいですかね。そこの介護保険に関することは亀田の方がですね、亀田さんが分かってないから言ってるんです、はい、亀田さんが問題しないで、はい、施設の理事長ともお会いしないで、家族にも会わないで訴えてるんです、はい、そこはですね、私これだけ職務怠慢で問題じゃないんですか、はいはい、そこはですね、私どもが申し上げることではないかもしれませんが、おそらく課としてのですね、判断ですので、それはまず引いては県としての判断だと思いますので。じゃあ県として県知事がそう判断したってことでオープンにしてよろしいですか。もちろん知事がですね、全てのですね、いや、全権ですよ。トップですけれども、それは職務分担をしてますので、介護保険に関する部分については高齢対策課の、いや、今回の事項案件のこと全部もう、はい、知事知ってますんで、はい、で今後対処させるっていう、まあ、返事まで送って、はい、たった3行ぐらいですけど、はい、送ってきてるんで、そこで今回のような問題が起きてるわけなんですから、はい、対応してなかったってことになるじゃないですか、うん、全然全く知りませんでしたって話にならないですよね、はい、でそこの部分については改めて高齢対策課の方で受けるということですので、だから高齢対策課の亀田さんじゃ当事者が受けられるわけないじゃないですか。問題を起こした人間に対応させる方がおかしいじゃないですか。だってこっちは問題が起きたって言って情報を上げてる人間ですよ。それを問題を起こした人間にまた対応させるんですか。そこはですね、組織上ですね、亀田が対応することになっておりますので。だからそれがおかしいじゃないですか。亀田さんが問題ですって訴えてるのに亀田さんに対応させるって方がおかしいじゃないですか。どういうシステムでやってるんですか。普通民間でお客さんに問題視された担当の人間に対応させます。対応させませんよね。上司が出てきたり責任者が出てきたりして対応しますよね、はい、それが普通じゃないですか。県では問題があった人間に何の精査もせず処分もせずまた同じ対応させるんですか。で
また同じ発言したらどうするんですか、電話でガチャ切りしたり。あの今回のことはとりあえずあのカメラの方にも話は言っておりますので、あのガチャ切りとかですね、それはおそらくないかと思いますけど。だからあるって言ってる、はい、認めてるし、録音聞きましたよね。あの昔ですよ、昔というか過去のことですよね。で今回こういうご指摘を受けてですね、改めてご指摘。過去のこと、あの過去というか以前のことですよね。当たり前じゃない、過去あったから出してるわけですよね。で今後またあのご相談されるということだと思いますので。いや今後じゃ、今回のことがまだ精査できてないじゃないですか。え、人事課ってそのレベルですか、もしかして。県民の意見全然聞いてないじゃないですか。これ人事課が担当する案件なんですかね。それとも高齢対策課、はい、だから高齢対策課の方で対応するというのは先ほどから申し上げてるかと思いますけれども。で、じゃあ石崎さんに対応してもらっていいですかね。石崎でしたっけ。課長は石崎でございます。はい、石崎さんに対応してもらう方向で持ってってもらえないですかね。だって、問題を起こした人間に対応してもらっても困るじゃないですか。また対応されるわけなんで。だって介護保険法分かってないで、はい、対応してる方がいるんで、それを問題視してるんですけど。そこをあの亀田がまず受けて。亀田さんが分かってないんですよ。でも亀田の、発言とかですね、ことっていうのはかなりですね、検討した上で発言をしていることですので、検討して電話ガチャ切りして、電話ガチャ切りと行為ってのは全体の判断でございますよね。あの介護保険法の運用であったり、いや全体の判断じゃないです。いや全体の判断もおかしいんですよ。全体の判断もおかしい。はい、介護保険法違反に、はい、そこはあの、はい、もちろん承知。介護保険法に触れてることを問題にならないって言われてるわけですから、それは私は他で確認取ってますから。え、高齢対策がそんなこと言ってんのっていう話になってるんで、他の介護関係者でも、はい、ですからあの方たった 2,3 年しかほら高齢対策がいないでしょ。通常 2,3 年で変わってるって藤本さんから聞いてるんで、はい、ですからあのそのレベルなんですよ、知識が、はい、ですからそれ以外の人間と確認してお話しして提案してるわけなんで、はいはい、あの我々もですね、あの組織として仕事をしているんですよ。それ人事課もそうですし、私がですね今お伝えをしてますけど、これは私の言葉の人事課としてのですね、あの考え方をお伝えしてますし、高齢対策課にしても役割分担をしながらですね仕事をして、組織として仕事をしている中で、カメラの方がですねこの件については対応するということになってますので、ですから問題があるって訴えて録音まで持ってってる人間にまたその相手を担当にする方がおかしいでしょっていう話をしてるんですよ。それをなんで人事課がそんなこと普通できるんですか。問題あった人間、問題発言した人間をまたその人間に担当になってますからって普通言います。あの、まあ、あの応対は電話応対は別にしてですね、全体的な、介護保険法上なんで電話応対は別なんですか。いや、でも分けて切り離さないと分かんなくなってしまうので、あの応対部分についてさっきも言った通りで、あのそこは人事課としてですね判断をするべきところですので、そこはじゃあどうだったんですか。そこは問題あったんですか、なかったんですか。何度もお話す通りで問題あったんですか、なかったんですか。だから何度も申し上げる通りで好ましくないと思っておりますが、まさか好ましくないってのは問題ありなのかないなのかはっきり答えましょう。好ましくない、どっかの議員さんのようなあの発言のことされてるんで、どっかの議員さんじゃなくて公務員なんですから、問題ありかないかしかないじゃないですか。その問題というのが、何度申し上げた通りで、処分に値するような行為だったか、処分なりですね、法に値するような行為だったかというと、そうではないというふうにあの申し上げております。高齢対策課の上司が今回の録音聞いてないんですよ。それで判断して良しとするんですか。普通そんなことしないですよね。これ人事課が誘導してそうされてます。いえ、そんなことないですよ。だって普通おかしいと思いません。自分たちが介護関係のことを分かんなければ、はい、介護関係のことを分かる人間と一緒に今回の録音の証拠を聞いて、発言の問題で介護保険法に触れてることを触れてないことを精査して判断するのが流れじゃないんですか。あのだから そこの部分については高齢対策課の方でですね受ける話だと思いますが、だからあの応対とですね分けなくちゃいけないというふうに言ったのは、何度申し上げる通りで応対の部分についてはあの人事課の方で判断すべきことでございますので、そこは切り離して今お話をずっとしてるんです。なんか勝手に切り離してるんですけど。いや、あの切り離さざるを得ないところがございまして。なぜでしょうか。あのさっきも申し上げた地方公務員法に基づいてですね、そこの、はい、今回の行為がいわゆるですね非行為であったかとかですねという部分について、判断をしたときに、これまでのですね、経緯
を踏まえますと、これまでの経緯っていうのは、だってこれまでの経緯ご存知じゃないですよね、久保田さん。まあ、そこは経緯というかですね、ある程度はですね、高齢対策の方からは確認をしましたけれども。それどなたから聞いたんですか。その中身でございますか。今までの流れはどなたから聞いたんですか。それは資料ですね、資料をですね、拝見を、資料というのはですね、まあ、簡単にですね、まとめたものをですね。いや、これから、いや、実は、今後のこの久保田さんとか、人事課の対応によっては、私、人事課の今回のことについて、情報開示に求めるんで、はっきり答えてくださいよ。どういうふうに調査して、今回、こういうお電話いただいてるのかわからないんで、まあ、私、今回、情報開示請求かけるんで、はい、おそらくですね、まあ、開示請求されて、これまでの経緯とかをですね、ご説明をされた、今、開示請求されてるんだと思いますけれども、それは高齢対策課の方にね。そうです。まあ、その辺の中で。今回人事課の対応が、わけのわかんない対応に聞こえるもんですから、私は何を調べて、どういうふうに対応したのかっていうのを、情報開示請求を求めるんで、そこはっていう話です。部のスタッフを通じて、部のスタッフって誰ですか、はい、だって、問題発言して対応しなかった人間に聞き取りしたってしょうがないですよね。それもう認めてるでしょ、だって。電話ガチャ切りして、だって私に電話ガチャ切りして認めたんですから、電話で。すいませんけど、それも録音してありますからね、はい、メールで書きましたけど、はい、それを人事課では違うって言ったわけですよね、さっき。違うというのは、ガチャ切りしたんではないって言われましたよね。ガチャ切りという事実はあったにせよですよ、それが今度あったんですか。申し上げているのは、そういったですね、電話応対について、法的にですね、定職法的にですね、問題があるというふうには思っていないということです。法的じゃなくても公務員として、普通民間でこんなことやったらクビですよ。お客さんからクレームってこんなことだったら処分問題ですよ。普通は公務員の場合はならないんですかね。ちょっと民間のですね、その人事のやり方というのはですね、そこまで私も詳しくないので。そんな当たり前じゃないですか。民間のことも分かんないで公務員やってるんですか。その人事、それは会社会社によってですね、いろんなやり方があると思いますので。だってお客さんに、電話ガチャ切りしてクレーム来たら、はい、どうなります。何度も申し上げている通り、好ましいことではない。何ですか、それ。好ましいことではないって、はい、議員じゃないんですから、久保田さん、どこぞの議員じゃないんですから、問題ありかないかで判断しないと話にならないじゃないですか。で、そこで何度も申し上げている通り、問題ということが処分に値する行為だったかというふうに言いますと、そうではないというふうに申し上げております。じゃあ、すいません、それ、書面に出してもらいます。人事課としては今回、いついつ、録音の証拠を聞かせていただきましたが、どう判断しましたっていうのを書面でいただけますか。そこをなぜ、その方にお伝えをする必要があるんでしょうか。あるんでしょうか。だって私は訴えたわけじゃないですか。で、証拠も聞かせたわけじゃないですか。はい。そこまで訴えてるわけですよ。今、はい。このようにお話しすることではダメということですか。はい、単なる久保田さんの電話の判断だとしか思えないんで。いや、もちろんこれは私はですね、組織として仕事をしているということは何度も申し上げていると、うん、それは、高齢対策でも同じようなことを言ってるんですよ。だって、そこはもう、人事課の、上の方のちゃんとサインをして、今回こういうふうに、県民の意見を聞きまして、こう判断しましたと。いう、回答をいただけませんでしょうかということです。普通そんなのしますよね。それ問題あります。だからそれ、お願いします。だってわざわざ私そこまで10回まで足運んで行ったんですから、そのぐらいまでお願いしますよ。処分するかどうかっていうのをですね。それはそちらの判断だって言うんですから、はい、それはもうしないって、問題あるけどもしないわけですよね。っていうことを回答されてるわけですから、それをじゃあ書面でいただけますかっていうことですよ。人事課の回答として。ちょっとお待ちください。はい。すいません、お待たせ申し訳ございませんでした。うちとしてはですね、そういう書面は出しません。書面出さない。はい。電話で回答だけ。ということでございます。それは上の方が言ってるんですか。まあ、何度申し上げておいて、これ人事課としてですね、そういうふうに回答させていただいているということです。県民に優しい公僕の方々ですね。そしたら情報開示請求かけますんで、それの時に、多分、情報開示の方から公開室の方から人事課に連絡が入りますんで、はい、でそれの時の担当が多分久保田さんになりますんで、はい、全部また応援して説明になりますからね。その時ちゃんと開示してください。はい、
大丈夫ですよね、それね。ちゃんと会場はもちろんですね、条例に基づいて、対応していくことになります。もちろんそうですけど、何にも調べてないですもんね。何にも調べてないと申し、え、普通だって、介護関係の、だって、皆さん、あの録音を聞いて何が問題だったか分からないわけですよね。ただ分かる人間同席して、話をもう一回聞いて精査するんじゃないんですか、普通。あの、電話の応対の部分についてというふうに申し上げた通りです。そこの部分について、人事課として、いわゆる接遇、電話ガチャ、じゃあ介護関係で問題対応した部分はどこが責任あるんですか。何度申し上げてると、それはあの高齢対策課の方が責任があるということです。じゃあ石崎さん宛に問い合わせればいいですね。でそこは亀田が担当しているというだから、はい、亀田さんはそれを行った人間じゃないですか。でもあの責任があるのは亀田でございまして、そこはカットして判断しているので、そこのじゃあ亀田さんは亀田さん自分のこと処分できるんですか。あの処分の話ですか。あそこは当たり前じゃなくて、だって問題こう対応してるわけですから、問題発言もして問題対応もしてガチャ切りもしてるんですから、その上の人間が処分できる人間と話さなかったら話つながんないじゃないですか。ほんなら当たり前の話ですよね。問題起こした人間に紹介してどうするんですか。問題訴えてる人間に、なんでこれ石崎さんというか出てこないんですか。あのだってその担当というか責任を持ってるのは亀田だからです。だからそこが問題を起こしたんですから、その上じゃないですか。久保田さんだってお会いした時言ったじゃないですか。人事権は高齢対策課でも担当してる人間がいるんでという話されてましたよね。なんでその方紹介していただけないんですか。久保田さん会った時言いましたよね。言いましたよね。黙ってても困るんですけど。え、今度は人事課が今度黙りですか。いやいや、黙るわけではないですよ。だから聞いてるじゃないですか。おっしゃりましたよね、はい、高齢対策課で人事権を持ってる人間担当がいてと、はい、いう話されたじゃないですか。あのその会員のですね、人事で何度も言うとおりで、そういう会員のですね、人事関係の事務をする者がですね、総括捜査という立場の者がおりますけれども、あの処分関係については、あのだったらその方につなげてもらって、はい、まずその方に今回の私がまた音声聞いてもらって判断してもらった方が早いんじゃないんですか。普通そういう流れいきますよね。だって部下の意見だけ聞いてまた判断しましたっていうのおかしくないですか。それ何にもやってないってことですよ。だって人事権の高齢対策課ですよね。高齢対策課が人事権っていうのは処分する人事権ということでございますか。いや、それは分かんないです。久保田さんが言ったじゃないですか。人事に関しての担当はその課、はい、課っていうかその課ごとにいらっしゃると、はい、いうおっしゃいましたね。応対っていうか、その介護保険法の対応が、ま、問題があるということでございますよね。ここは何度も言うと人事というよりは、あの法の解釈とか法の対応だと思いますので、そこは高齢対策課の、それプラス発言の問題とか電話ガチャ切りの問題とかも含まれてるじゃないですか。でそこがちょっとあの分けて考えさせていただきたいというお話をしてるんです。今だからそれを分けるのはおかしいって話ですよ。だって、高齢対策課の担当が問題発言して、介護保険法の問題でも問題、一人は問題あり、一人は問題なし、全国規模で聞いたら問題ありって言ってる内容なんですよ。それを人事課は分からないのはしょうがないですけど、じゃあ分かる人間のところで精査してもらわないと話にならないじゃないですか。普通そういう流れになりません。それで高齢対策課の方で対応するというふうに。ですから、それが問題行動を起こした、問題発言、電話ガチャ切りした人間に紹介かけてどうするんですか。案内してどうするんですか。上の人間でしょう。その人事担当してるか分からないですけど、その方を紹介して、今回の音声を聞いてもらって、それからの判断じゃないですか、普通。結果出すのって。介護のことを一切分からない人事課が、いきなり答え出して、るわけですよ、今。我々答え出しているのは何度も言う通りで、あの電話のですね、応対の部分だけのことを言ってるんですけれども、その総合的な部分については高齢対策課というふうに申し上げておるんです。ですからそちらの話を聞いて、そちらでも話聞いてもらって、で人事担当の高齢対策課の方判断してもらって、総括で人事課が判断するべきなんじゃないですか。どう考えてもやってることおかしいですよ。だって人事課のその上の方って私が持ってった音声も聞いてなくて、単なる部下のこうしましたああしましたっていうのを一方的に聞いてるわけですよね。あ、もちろんそうです。そしたら県民が訴えてるあれ意味ないじゃないですか、うん、それは適切に報告してる。適切に報告してる人もだってあなた方だって介護保険は分かんないって言ったじゃないですか、ご自分たち。もちろん介護保険はそうですよ。うん、ですから介護関係分かる人事権を持ってる方に今回の音声聞いてもらって、
電話対応も含めて対応するのが当たり前じゃないですか。もう一度お待ちくださいね。お待ちください。はいはい。よろしいですか。はい。あ、もしもし、はい、お待たせしました。やはりそこの辺点についてはですね、カメラが受けますので、だから問題を起こした人間に何で対応させるんですかって話ですよ。そこは介護保険にかかるですね、まさに介護保険が適当、それじゃ県民の声が届かないじゃないですか。でもカメラもですね、自分一人で処理してるわけではありませんので、組織としてだから電話ガチャ切りして、電話切って、私は何やってない、金やってない、言い訳されてという方に対応してもらったって話にならないじゃないですか。問題判断するのはその上の方でしょ。でもそれでも私どもとしてはですね、亀田が対応するとしか申し上げることはできないです。なんだそれ、はいはい、なぜですか。なぜ、もしかして擁護されてます。擁護というわけではなく、組織としてですね。いや、組織の問題に完璧擁護じゃないですか。何を守ってらっしゃるんですか。守ってるとかそういうことはございません。完璧守ってるじゃないですか。じゃあなんで人事課で受けたんですか。人事課で最初から受けなければよかったじゃないですか。と思いません。電話いたいときに職員の応対という話だったと思うんですよ。もちろんそうですよ、はい、職員の応対に関することについては、まあ、もちろんその時は中身聞かなかったので、職員の応対に関しては当然人事課で対応するということです。ただ介護保険のですね、中身とかそういったことについては高齢対策課の介護保険班の方で対応するということです。じゃあそれ最初に説明、音声聞く前に私話しましたよね。いや、中身については全くお聞きしなかったです。いや、介護関係の話でって話したじゃないですか。だからこのままお聞かせしていいのか、介護関係詳しい方を呼んでもらって同席してもらってお話聞いてもらった方がいいのかって。それはお見えになった時ですね。そうです、そうです、そうです。お見えになった時ですね、はい。話したじゃないですか。でも介護のことに関しては人事課ではどう判断しかれているのでということで、今高齢対策課の介護保険班という方にお話をしてるんです。だったらじゃ介護班の高齢対策課の方の人事担当の方を紹介するのが普通じゃないですか。何の申し訳ない、そこは亀田の方で対応します。なんでそこで亀田なんですか。そこがってことは亀田さん守ってるってことですかね。それ以上上の人間には対応させないと。どう思われるかはですね、別問題として守ってるわけではないですけれども、亀田が対応します。問題を起こして電話ガチャ切りした亀田さんに対応させるってことですね、人事課として。そこは、亀田が対応、はっきり言ってください。問題点を訴えて、その問題対応した電話をガチャ切りして、はい、介護保険法に触れてることも触れてないと、問題発言、対応された亀田さん、高齢対策課の亀田さんに、人事課として、訴えてる県民の対応させるってことですね。今回のですね、一連の介護保険法に絡む、対応については、まどろっこしいことでいいですか。どっちなんですか。そうですか、亀田が対応します。ですから、問題対応した方の担当をまた同じその問題対応した亀田さんに対応させるってことで、人事課が問題対応したかどうかという、もう問題対応で応対ということでございます。それは施設に対する指導とかそういうことではなくてということでよろしいですか。問題対応という言葉について、問題対応、対応っていうのは発言も行動も全部含まれるんですよ。その行動の部分については私どもとしてですね、何度も申し上げる通りで判断しかねる部分がございますので。だから発言も含まれるって言ってるんですか。発言は含まれますけども、それ以外の部分については私どもとしては判断。じゃあ電話ガチャ切りしてるとかそういうのは問題じゃないんですか、はい、でそこもですね、申し上げた通りなんです。指図されたくないとか、はい、県民に言うことが問題じゃないんですか、はい、そこは好ましくないということは何度も申し上げている通りですが、法に抵触するとは思っていないということもさっきから申し上げている通りです。じゃあそういう担当に関して、またその担当を私に、するってことですね。その亀田さんにするってことですよね。その人が問題だから人事課に訴えたのに、またその方に窓口にするんですか。組織上そうなっておりますので、そこはそうとしか言いようがないです。じゃあ人事課としては今回の件は別に問題なしと、法的に法に抵触する行為というには、そこは何度も申し上げている通りで、電話をガチャ切りとかその発言の部分について、懲戒処分に該当することではないというふうに判断します。
じゃあ、行ってもいいってことですね。電話。だから何度申し上げたように、好ましいことではない。だから、それがややこしいんですよ。好ましいことではないというか、そこら辺の議員じゃないんですから、問題がありなのかないなのか、はっきり言ってくださいっていう話をしてるんですよ。何度も繰り返しになりますが、その問題という発言がですね、どういうことを意味しているのかわからないみたいな。だって問題じゃないですか。好ましくないという言い方をしてるんで、そこも、さっきから申し上げている通りです。まあ、人事課が今回はこういう対応を取ったってことですね。情報公開請求かけるんで、はい、その時はきっちり書面内容を出してください。で、まあ、今回の件に関しては、はい、知事宛に全部報告書をあげるんで、はい、その時もきちんと対応してください。人事課として、栃木県、ね、県庁の公僕として、公僕の意味分かりますよね。ここは承知上げてない。どういうふうに習ってます、公僕って。もちろん、私どもはですね、県民のために仕事をしているということ。県民のためですよね。はい、今回、県民のためですか。今回の対応が県民のためですか。はい、全体を見ながらですね、いや、今回の対応が県民のためになってます。広く全体という意味で、まあ、県民のためになってるっていう判断ですね。なってるんですか。これで本当になってると思ってます。あの情報を持ってってる、で出せるですね、答えとしてはこういう答えだということですね。県民の声はもっと聞き入れてください。ご忠告ありがとうございます。はい、で公僕の意味をもっとしっかり理解して、県民のためと言われてるんでしたら、今回は全然県民のためになってませんから。久保田さんが担当されて、それだけ理解してください。よろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございました。